やば、飲みすぎです。めっちゃ声がガラガラになってる。朝4時まで飲んでましたから。4時までやばくない？ 4 時はやばい。声がガラガラ。4時はやばい。ちょっと早いですけど、本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。よいしょ。始めていきますね。はい。サッチーの気まぐれラジオ。時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。MC はサッチーとミキサーのキャンです。この番組は FM ギノワンから午後9時まで放送します。皆様最後までお付き合いくださいということで、放送の、前の週って言ったらあれだけど、何日だ ?7 月、収録上では今7月29なんですけど、はい、前日の28日になんと、初めての、はい、FEC さんのお笑いライブに行きまして、はい、まあ、漫才祭りだったんですけど、そうですね、漫才祭りで漫才だけでしたね。うん、だけでしたね。意外と面白かったですね。いやー、まあ、コントも見てみたいなとかってもあるかもしれないですけど、うんうん、やっぱ FEC の芸人さんたち漫才がもうやっぱりバリバリいけるので。ああ、楽しかったですね。楽しかったな。なんか、今まで本当に生ライブっていうのが経験なくて、どんな感じなんだろうって思ってたんですけど、はい、まあ、行ってよかったなと思いましたね。コザお笑い劇場は3ヶ月に1回なので、ああ、そうなの？通いやすいじゃないですか。ああ、まあ、近いからね。はい。うんうんうん。なので、僕はもう毎月、あ、毎月か毎回。はいはい。一応行くようにはしてますね。おー。では番組の紹介をしたいと思います。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは、きまぐれ .sach@gmail.com です。アルファベット小文字で、kimagure.sachi@gmail.com です。また、YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週月曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスのコメントはどんどん拾っていきます。X ではハッシュタグ気まぐれラジオをつけてポスってくださいね。ということで今週の一曲に行きたいと思います。はい、お願いします。今週の一曲はゆいでサマーソングです。どうぞ。今日からおニューのイヤホンです。おお。イヤホンでうんうん、することにしました。あ、なるほど。あ、昨日カープボーイさん来てたの？あ、バンド、バンドね。あ、リオチノか。リオチノ行きたかったんだけどな。次あっち行きたいですね。オリジンさんのお笑い。うん、どんな感じなのか見てみたいですね。見てみたい。オリジンさん一人も知り合いがいないので。オリジンはいろいろ知ってる人はいる。この前ウェーバーに初めて行って純選手いましたけど。あ、こんな感じなんだ。意外と広いお店でしたね。あ、ネバー？はい。ネバーまだ行ってないんだよな。行きたいけどな。
なんか料理とかも美味しいって評判いいみたいですよ。あ、本当？あ、じゃあ近い。僕たちはお酒一杯だけしかその時飲まなかったんですけど、ちょっと移動があったので。話があちこち飛んでるよって。起きてたのね。出るとき寝てたんですよ。監督より。監督より。オリンピックの話したら僕が話し始めたらもう30分潰れますからね。あー、昨日だったっけ？すごかったからね。はい、波乱があったからね。昨日？波乱だらけ、波乱だらけです。うん。スケボーは見てた。スケボーは。14歳だよね、確か女子の子、はい。優勝した子は14歳。7歳から始めたらしいです、ね。小学校1、2年生ぐらいか。1年生。はい、1年生から始めて。中学校2年生か3年生ぐらいで世界優勝。オリンピック優勝。やばいっすね。やばいね。やばい世界ですね。夢がある。うん。うん、ああ730か、730のあれか、うん、竹中智子アナウンサーがやってたやつ、あれはちょうど聞けてないんだな。はい、ではまもなくです、はい、お聞きいただいたのはゆいでサマーソングでした。では早速今週のテーマに行きたいと思います。お願いします。今週のテーマは夏休み行くならどこに行きたいです。ちょうどあの夏休みっていうこともありますし、皆さんどこに行きたいかなっていうのをお聞きしようと思ってますよ。早速キャスが来てますので紹介したいと思います。カープボーイさん、サッチーさん、キャンさん、皆さんこんばんは。ワン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 、昨日の、アクセント青い海の早川さんとヨヘナさんの730、やっぱり何回聞いてもいい番組、最高ですねって来てますが、これ、ROK の竹中智子さんがやって、九州一になった番組が再放送されてたんですよ。おー。それで、そのことを言ってるんですね、カープボーイさん。すごいですね。九州一。九州一。うん、全国の、審査会にも行くそうですよ。ああ、表彰取れますかね。取れますかね。どうでしょう。武蔵さん、サッチーさん、ミキさんのキャンさん、リスナーの皆さん、こんばんは、ショーイ。こんばんは、ショーイ。ラジオ収録&生配信お疲れ様です。サッチーさん、先日のキャス配信お疲れ様でした。楽しめました。と来ております。そうなんです。武蔵さん、私のあの、個人的な配信に来てくれまして。なんと、ノート型パソコンを買ってから、一回もノート型パソコンでツイキャスやってなくて、やり方がわかんねえとか言いながらやってたら武蔵さんが来てくれたという。リクカイクーさん、話があっちこっち飛んでるよ。監督よりオリンピックかよ。わら、と来てます。沖縄大好きさん、こんばんさっちー。こんばんさっちー。カープボーイさん、昨日はオリジンの、浦添の手だこホールライブだったらしいよ。300人ぐらい入るところでやったって。すごいね。300人。そんなに手だこホールって入るんですかね。手だこは入りますね。あ、入るんだ。はい。旦那のリクカイクさんが、リスナーの皆さん、サッチーの実家に行こうぜって、なんでよ。意味がわからん。カツオ野球しようぜぐらいのノリです。確かに、半分酔っ払ってるはずよ。OK。DM が来てますので、早速紹介したいと思います。お願いします。沖縄ラバー、ワッチーさんからいただきました。
ありがとうございます。ありがとうございます。サッチーさん、皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。それにしても暑いですね。確かに暑い。なんか今日、内地の方で41度とか言ってるところがあったとかなかったとか。ひぃー。怖い怖い。今回のテーマ、夏休みに行きたいところですが、理想はもちろん沖縄です。ご縁があれば移住するつもりでいる今日この頃ですが、現時点ではいろいろあって難しいですね。行きたい場所はリゾートホテルや沖縄アリーナですかね。それが理想のバカンスですと来ております。沖縄アリーナはね、バスケのやつで行きたいですね、また。うん。キャスの方で名古屋のダンサーズさん来てますね。お久しぶりだ、うん。サッチーさん、お疲れ様です。お疲れ様です。今日も暑かった。37.4 度でした。名古屋で 37.4 度。もう完全にあれじゃん。体温で言うと微熱じゃん。微熱。風邪ひいちゃってる時ぐらいの温度ですね。そうそうそう。そうなの。ちなみに、キャンさんは、はい、夏休み、があるとしての過程ですが、はい、行くならどこ行きたいですか？今僕が実際一番行きたいってなると、はい、まあ東京の八王子にあるスケートパーク、プラネットパークってとこ行ってみたいですね。八王子。はい。おー。日本最大級のコンクリートパークがあるので。へー。とか、あとは、有明にもまた新しくできるとかって、この前ニュースやってましたけど、まあそういったところを巡ってみるのもいいかなと思います。おー、いいね。ローラーブレードまだ滑れるので。あ、はあ、はあ。まだ飛べるので。飛べるのね。はい。すごい。まあできるうちになんかそういったところを、まあ滑走してみたいなっていうのが。はいはいはい。なるほど。私は後でいいよ。長ったらしくなりそうだから。まあ沖縄に大きいのがそういうのできてくれるっていいんですけどね。ちっちゃいのもある。ありはする？まあ、いっぱい、場所自体はあるんですけど、うんうん、沖縄のやっぱりちょっと大きさが小さかったりするので、はあはあ、大きくても、西原の高架橋下とか、高架橋どこ西原高速道路っていうか、ね。ああ、はい、はい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 。あと、こっちは宜野湾の憩いの市民パークのスケート場とかがちょっと大きめではあるんですけど、うんうんうん。まあ、でも、それでもちょっとまだ小さいんで、ああ。この規模に比べると。本土の方がやっぱ大きいんだね。大きいとこ多いですね。なるほど。お金はかかるらしいです。あ、無料じゃないの？沖縄は無料が多いんですけどね。そうなの？はい。意外。沖縄無料で使えるとこばっかりなんですよ。あ、逆にそうなんだ。そうなんです。だから意外と沖縄聖地って言われてます。あーはーはーはー、無料だし、はい、やり放題だし、はい。そっかそっか。なるほど。では、メールが来てますので、メールの方を紹介したいと思います。気まぐれネーム、沖縄大好きさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。サッチーさん、キャンさん、こんばん、サッチー。こんばん、サッチー。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。テーマ、夏休み行くならどこ行きたい？実は今年決まってます。早いね、決まるのが。アニメの、ライブの夏の祭典、アニメロサマーライブ、略してアニサマに現地参戦します。今年の出演者もめっちゃ豪華なので楽しみですと来ております。アニメか。アニメ？これって本土でなのかな？沖縄大好きさん。まあ、行きたいところだからね。本土でなのか、沖縄でなのか。あ、書かれてませんが。うん、どこだろう。どこでなのか。うん。うん。私、ちなみに夏休みがあると仮定して、行くとすれば、ユニバーサルとか行きたいですね。ああ、いいですね。うん。まだ、唯一、関西方面には行ったことなくて。うん、なので、ちょっと行ってみたいなっていうのは。あるんですけど、なかなか休みが取れませんっていうね。ユニバも行ったことないんで行ってみたいんですけど、うんうん、僕は富士急とか行ってみたいですね。富士急行った。富士急行った。絶叫系好きなので。大好き、私も大好き。意外と富士山とかめっちゃすごかった。僕も結構平気な方なので。うんうんうん。三井グリーンランドの二王の一番前に乗って、
て、修学旅行の時にイエーイってやってたら、隣のやつがギブアップして、一回しか乗れなかったですね。あれ？カズさん、おい、ちょっと次はもう無理、飽きそう。キャスの方でムサシさんが、本日は宝くじ買うには最高の日みたいね。めっちゃ行列できてると来てます。あ、なんか、6つのこの幸運記念日が重なってるっていうのを先ほどラジオで聞いて、宝くじ買いに行こっかどうしようかちょっと迷いました。うん。なんかあれらしいですよ。いろんなのが重なってる日みたいですよ。うん。大安吉日をまず一つでしょ？はい。で、転写日でしょ？あと何が重なってるって言ったっけな。なんかいろいろ重なってるって言ってたぞ。そうなんですよ。今日僕も、宝くじの案内が。あ、来てた、来てた。で、天秒日ですかね。一粒万倍日。あと、木羅日ですかね。うんうん。で、新吉日、月徳日。なんかいろいろ混ざってます。なんかいっぱい。なんかいっぱい。一年にたった一つの一日と。なんかね、こんなに重なるのは888日に一回らしいですよ。なんかそういうのを今日、なんか、ちらっと話を聞きながら、那覇から移動してました。キャスの方でカープボイさん、今日宝くじ売り場すごい行列だったらしいね。みんなやっぱりそういう原発は気にするんだね、と聞いてますね。やっぱそうでしょうね。原発にはやっぱあった方がいいですよ。うん、気持ちも上向きになりますからね。なりますね。確かに。話を戻しましょう。話を戻しましょう。京都ってあれなんだけど、行きたいところ、私いっぱいあって、今行きたいところが。まあ、ユニバもそうなんですけど、ディズニーランドとかも行きたいですね。ああ、いいですよね。ディズニーシーは一回きりなんですけど、はい、高校の修学旅行で行ったんですよ。おー。滞在時間が8時間って決まってたんですけど。でそこで一個だけアトラクション乗って、あとはぐるぐる回ってて、先生方と3回同じと、似たようなところで会うっていうのをやったんですけどね。で、ランドがまだ行ったことなくて、親戚、おじさんになるのかなが、ディズニーランドの近くの方に住んでるので、はい、何回かここディズニーランドだよって言って、おばさんたちを、連れて行きながら、電車で通ったぐらい。うん。なので、ランドはちょっとまだ一回も入ったことないんです。うん。僕は逆にランドにしか入ったことなくて。おー。母がめちゃくちゃ喜んでました。でしょう。で、僕と弟は、うんうん、もう高校生なんで。はいはい。ディズニーランドなんて、お母さん喜ぶから一緒についてってあげるか、ぐらいの感じで行ったら、めっちゃ楽しかったです、ね。スタッフさんすげえ。キャストさんがすごいらしいですよね。確かに。感動しちゃいました。こんな素敵な対応してくるんだ。すげえ。その話で乗っかって、カップボーイさん、しかし今日の T サージのアンケートでなんでディズニーランドに行ったことありますかみたいなことだったんだろうって来てます。確かに今日、行きたいところで考えてたら、なんか ROK さんの、ラジオ番組で、ちょうど、なんか、ディズニーランドのこと詳しいですかみたいな感じのアンケートだったんで、これ詳しい人いるのかなって思いながら聞いてました。詳しい人、本当に詳しいですからね。ね。隠れミッキーとか。うんうん。カープボーイさん、僕、ディズニーランドができた年に9歳ぐらいの時に行ったらしくて、僕が迷子になって大変だったらしい。えへへへへって。あ、まあ、ディズニーランドとかシーとか、大きいところは確かに迷子になりますからね。ですね。うん。しょうがない。しょうがないっちゃしょうがない。あと私行きたいところ。どこがある？
なんかいろいろありすぎて。どこかな。北海道も行きたい。ああ、いいですね。うん。ま、来た。でも夏休みだったらな、スキーもスノボもできないからな。あの、観光で行きたいかな。ただ美味しいもの食べてるのいいかもしれないですね。うん、逆に。はい。こういうアトラクション系じゃなくても、全然癒し系で行っても、逆にいいんじゃないですか。あと涼しいですからね。そうそう。沖縄も避暑地って言われてるけど、北海道も避暑地っちゃ避暑地になると思うので。まあ場所によると思う。場所によるとは思うけど。北海道でも30度超えるとかあるみたいな。あ、ありますね。確かに。言えてる。あとね、あと行きたいところ、まだあるんですよ。うん。あの、九州で、豚骨ラーメンとかも食べてみたいですね、本場の。本場の豚骨ラーメン。めちゃめちゃ美味しいですよ。へぇー。僕は大学生の時、毎回九州だったので、はいはいはい。毎年行ってたんですけど、うんうん。中洲川のこの、屋台。あで食べるラーメンは最高でした。おお。あの、くっせーよってぐらいの豚骨の香りがしてくる感じで。はいはいはい。でも食べたらがっつりニンニク効いて、あ、酔っ払っても美味しいって思いました。いいなぁ。私、九州もあの、中学校の修学旅行以来行ってないので、うん、行きたいですね。今も、あれあるんだろうか。あの、福岡だったかな、どこだったかな。なんか中学校で行くようなところ。中学校の修学旅行で行くの。どこだっけ？思い出せない。三井グリーンランド。とか。とか、長崎の平和の像とか。平和の像は行きました。三井グリーンランドかな？多分。行ってないの、唯一。あ、そうなんですか、ね、そう。ちょうど冬場に修学旅行があったので、はい、スキーに行きました。あ、スキー、僕たちもスキー行きましたよ。おお。だから、その、反面、ハウステンボスとかは行ってないです。ああ。うん。スキーも楽しいですよね。楽しい。でも、結局、人工だったっていうのを私は聞いてる。うん、人工雪。旦那の陸海空さんが、サッチーはスキーで滑るより、転がった方が早いよね。なんでよ。私一応スキーできるんですよ。こう見えて。高校の修学旅行が、関西行って、長野行って、ディズニーシー行って、お台場っていう変なルートだったんで、一日長野でスキーだったんですよ。あの時にめっちゃリフト乗りまくってて、友達は、雪合戦とか、雪だるま使ってんだね。3人ぐらい友達はリフト乗ってチャー滑りしましょう。おー。いいなぁ。そう、意外と面白い修学旅行でしたよ。僕はあれでしたね。自分の担当の、この、インストラクターさんから、いいよ、OK、もう滑ってきていいよって言われたんですけど。はい。他の人に、うん、まだもうちょいやらせて、ちょっと危ないから、って言われて、それで時間使っちゃって。あー。リフトで上まで上がれなかったですね。おーほほほ。私意外と上級は行かなかったけど、初級とかはめっちゃ滑ってました。いいなぁ。楽しかったですよ。僕もまたスキーとかスノボやってみたいな。今ならもっと上手く滑れると思う。ああ、確かに思う。そろそろお時間が近づいてきましたので、来週のテーマに行きたいと思います。お願いします。来週のテーマは、エイサーの好きな曲&好きな青年会です。まあ、お盆が近づいてるので、はい、これもちょっと埼玉の郷さんからテーマをいただいたので、まあ、お盆近いし、好きなエイサー曲とか、ちょっと青年会とか聞いてみたら、みたいな。いいですね。うん、うん。お盆、旧盆ですね。そうです。そうです。お盆。旧盆ですね。知ってるよ。私は知ってるけど、あいつ反応しなかったんだよ。はい、ということで。はい。おいたが過ぎましたね。でも、あれですよ。とて、再来週のテーマもそういう関係になってくるので、
まあそうですね。結構歌とかって結構そういうの多いですもんね。うんうん。もう、近いところとかも、祭り、餌祭りとかもやってますしね。はい。うん。お盆も近いし、青年会はあっちこっちで、はい、練習してますので、はい。多分好きな曲はあると思います。皆さん応援しましょう。応援しましょう。最近はね、なんかちょっと練習しづらいとかっていうのもあるみたいなんでね。うんうん、うんうん。確かに。ちゃんとみんな声を上げて応援してあげた方が、本人たちも頑張って。いけるのでね。いけると思うんで。うんうん。ではそろそろお時間ですか？はい、あと1分ぐらいです。うん、じゃあ大丈夫だね。カープボーイさん、おいどん、おいどん9本、なんだ？なんだなんだ？おいどん9本、西郷丼。あ、西郷丼、西郷丼。なんで？なんで？なぜだ？不思議だが。キャンさんは分かったみたいな。いや、僕もなんでこのタイミングで来たのか、まだ分かってるわけです。ああ、一緒だ。おいどんは自分のことですよね。うんうん。おいどん9本。最後どんさあ、ということでお時間来ました。はい、ではまたお会いしましょう。おいちゃん、さっちーと。はい、ミキサーのキャンでした。じゃあねー。バイバーイ。なんだこのくだりは。なんだこのくだりは。お、もう今、わざとそういう終わらし方でしょう。そう、ごめんなさいね、カンポーイさん。ちょっといじりに行きました。来週あれかな。ちょっとエイサー曲、一曲、入れようかな。アレバの話だけど。スイサーサー。アレバの話だけど。ググったらいろいろ出てくるんですよね。いろいろ出てきますね。うん。もう、盆が近い、そろそろお中元を買わなければ。もうそんな時期ですね。そうなんです。いつだったかな ?8 月の10日の土曜日が旧暦七夕って言ってましたね。意外と近い。近いんです。近いんです。あ、掃除行かないと。そう、私は、あっちこっちに親戚がいるので、親戚周りをどうしようかと。親戚周り復活するかな？今困ってるんですよね、コロナで。カップボーイさん、エイサーの曲はチュンチュン流れはなんとかできるかも。でも、民謡のやつとかは多分違うと思うけど。ダノノリッカイクさん、夏休みが冬休みになってたね。スキーとか、笑。あ、いいじゃないですか。あ、いいじゃないですか。今年はもう金土日になってます。そう、金土日。めっちゃ回りやすい時期。そう、金土日だからあれなんですよ。私にとってはもうまあ忙しい。逆に忙しい時間帯。うん、金土仕事だし。日曜日は休みとて、うん、みたいな。僕は久々に家で、ちゃんと、うくいまでできる、お盆になりそうな。おお。なんなら、うけいもできる。あ、そっか、金土日だからね。金土日なんで。私、金曜日、どうなるかな。土曜日がちょっと、あれかも。どんなかな。うちは今年お父さんが亡くなったかお盆は楽、何にもできないかも。ああ。逆にそうだよね。初盆は何もできないからです。二盆はあれですからね。逆にこの正月とかのあれで。うんうんうん。ありますからね。そう、私はもう、北から南から親戚いるのでどう回ろうかと今から検索しております。本当に年に1回2回しか会わない親戚なんで。引っ越ししたことも行ってる親戚と行ってない親戚いるんで今年は回ろうかなと。思ってるんだが。うん。私一人で回ろうか。陸海空さんも引っ張り出していこうか。ちょっと迷っておりますが。
北から南まで親戚がいるって大変そう。中部周辺にまとまってるから、うちは楽だな、その分。ああ、いいな、うん。うちもそうなんですよね。うんうん。お、30分過ぎてる。また来週。バイバーイ。